僕は今東京駅に来ています。駅名表からもわかるようにここは横須賀線総武線ホームです。今回の動画の主役はこちら成田エクスプレスです。当チャンネルでは成田エクスプレス関連の動画を何本か上げていますが、まだネタはつきません。成田エクスプレスは当駅で切り離しを行い、前6両が大船行き、後ろ6両が新宿行きになります。そんな中で今回注目していきたいのは前者の大船行きです。大船行きの成田エクスプレスは当駅から終点の大船駅まで全区間横須賀線を走行します。しかし今入線してきた26号と1時間後の30号は東海道線を経由します。今回は珍しい東海道線を走る成田エクスプレスの様子と東海道線を走る理由を解説します。この成田エクスプレスは大船行きなんですけれども、車両側面の電光掲示板の行き先は横浜大船と2駅分書かれています。これは関東に土地勘がない方への配慮ですかね。車内に入って驚いたのが乗車率。成田エクスプレスというとガラガラっていうイメージを僕は持っていたんですが、もうそれは過去の話のようで、千葉駅に停車する便も増えましたし、高いと言われている料金も駅ネットのチケットレスサービスを使えば東京大船間は830円、平日の普通列車グリーン料金と50円しか変わらないので、空港アクセス以外の目的で成田エクスプレスを使う方が増えた気がします。横須賀線は東京駅から品川駅の手前まで、総武線の錦糸町駅から続くトンネルを走行します。そのトンネルを出ると東海道線や山手線、京浜東北線といった首都圏の有名路線と合流し品川駅に到着するわけですが、ここではまだ東海道線の線路には入らず、引き続き横須賀線の線路を走行します。品川駅を出発してしばらくすると2本の線路が大崎方面へ分岐していきます。東京駅で成田エクスプレスは大船行きと新宿行きに分かれると冒頭で言いましたが、2つの行き先もこの目黒信号場までは同じ線路を走行します。しかし新宿行きの編成に関しては大船行きが止まった品川駅は通過してしまいます。切り離した編成が後ろからしばらくストーカーしてくるというのも他の路線ではなかなか見ることのできない成田エクスプレスならではの光景ですよね。東海道線の西側を迂回するように走って鶴見駅の手前で品川駅で分かれた東海道線と京浜東北線の線路と合流します。ここからがついにこの動画の本題です。まもなく横浜に到着いたします。成田エクスプレスは日本語と英語の他にも中国語と韓国語の自動放送が流れるので、次の停車駅のかなり手前から到着放送が始まります。ですので間もなくと言っていますが、まだ横浜駅までは距離があります。しかし左上の速度計を見ていただけるとわかるように、速度は30キロ、28キロ、27キロ、25キロとみるみる下がっていきます。ついには10キロ台に到達してしまいました。26号と30号以外の成田エクスプレスではここまで速度が落ちることはありません。なぜこんなに速度を落としているのか、それは横浜駅手前で繰り広げられる一大イベントに備えるためです。横浜駅東海道線下り6番線に到着いたします。6番線到着で降り口左側です。そう、車掌さんからの放送にもあったように、この成田エクスプレスは横浜駅6番線の到着、つまり横浜駅の手前で横須賀線の線路から東海道線の線路に転線します。2022年のダイヤ改正前までは新宿発着の踊り子号が毎日運転されており、その踊り子号はこの渡り線を毎日使っていました。しかし新宿発着の踊り子号は2022年のダイヤ改正で土休日にのみ運転される臨時列車となってしまったため、毎日この渡り線を走行する列車は成田エクスプレス26号と30号の2本だけです。そんな話をしていると列車は横須賀線の下り線から東海道線の上り線に転線しました。その後数十メートルほど東海道線の上り線を逆走し、再び渡り線を通って東海道線の下り線に転線します。するとすぐに横浜駅に差し掛かるため、再び加速することはなく、ゆっくりゆっくりと横浜駅東海道線ホーム6番線に入線します。
通常の成田エクスプレスであれば、今湘南新宿ラインが停車している旧10番線に入線するわけなので、このような光景はとても違和感があります。なんか外の映像だけ映していると踊り子号の動画に見えますが、車内には黒と赤の座席が並んでいますので、間違いなく成田エクスプレスです。なんだかこの光景は2020年まで運転されていたマリンエクスプレス踊り子号を彷彿とさせます。東海道線の発車案内表に成田エクスプレスの文字が表示されるのもなかなか珍しいですよね。停車時間はわずか1分しかないんですけど、頑張ればホームの売店でシューマイ弁当を買えるかもしれません。横須賀線ホームには残念ながら崎陽軒の売店はありませんので、長旅から帰る道中、途中下車をせずにシューマイ弁当を食べるチャンスがあるのはこの26号と30号だけです。こちらは冒頭にお見せした東京駅の発車案内表なんですが、終点大船の路線ナンバリングを見てみると JO9 と書いてあります。これは横須賀線の路線ナンバリングですので、終点の大船駅は横須賀線ホームに到着するというのがわかります。果たしてこの成田エクスプレスはどこで横須賀線に転線するのでしょうか。東海道線から横須賀線に入れるポイントはちょうど今横浜駅出発直後と戸塚駅出発直後の2箇所です。このタイミングで横須賀線に入らなかったということは、戸塚駅まで東海道線を走ることが確定しました。横須賀線の横浜戸塚間には保土ヶ谷駅と東戸塚駅があるんですが、この2つの駅は横須賀線専用駅で、東海道線側にはホームがありません。一般的な成田エクスプレスであれば、これらの駅はホームに隣接している線路を通過していくので、この車窓はなかなか貴重です。戸塚駅の手前で横須賀線の下り線が高架になり、東海道線の上下線とオーバークロスをします。これによって線路の並びが横須賀線の下り線、東海道線の下り線、東海道線の上り線、横須賀線の上り線という順番になるので、戸塚駅では横須賀線と東海道線の上下線を同一ホームで乗り換えることができます。成田エクスプレスは通常向かい側の4番線に到着するわけですが、今乗車している26号は東海道線の線路を走っているということで3番線に到着します。そんな東海道線の走行も戸塚駅で終了。戸塚駅の西側には横須賀線と東海道線をつなぐ両渡り線があり、成田エクスプレス26号はこの両渡り線を使い、今横須賀線に戻りました。あの両渡り線は横須賀線から東海道線に転線する方は湘南新宿ラインが日常的に使用していますが、逆の東海道線から横須賀線に転線する方は成田エクスプレス26号と30号の1日2回しか使われません。成田エクスプレス26号と30号が横浜駅の手前から戸塚駅まで東海道線を走行するわけにはいくつか諸説あるんですけれども、一つの理由として考えられるのがサビ取りです。レールというのは皆さんご存知の通り鉄でできており、使わないで放っておくと錆びてしまいます。去年の5月、京浜東北線の浜松町駅はホーム拡幅工事が行われました。その際、京浜東北線は田端多摩地間で山手線の線路を走行したため、同区間の京浜東北線の線路は2日間ほど列車が走らなかったんですが、たった2日放置しただけで線路はこんな感じになってしまいます。横須賀線から東海道線、はたまた東海道線から横須賀線へ転線する際に申し上げましたが、あれら2つのポイントを通過する定期列車は成田エクスプレス26号と30号しかありません。別にこの成田エクスプレスを全区間横須賀線経由で走行させることはダイヤ的には可能だと思いますが、そうしてしまうと横浜駅東側と戸塚駅西側のポイントを通過する列車がなくなってしまい、臨時列車などを走行させるときに支障をきたしてしまうため、毎日定期的にポイントを通過させようということになって、横浜駅手前の点線では東海道線の上り線と平面交差をしてしまうという点も考え、本数が比較的少ない時間帯に運転される成田エクスプレス26号と30号がサビ取り列車に選ばれたんだと思います。その他の目的として考えられるのは、成田エクスプレス26号と30号が横浜駅を出発したわずか2分後に普通図書機が迫ってきています。その後続列車との間隔を空けるためとかでしょうか。横須賀線に転線してからは通常の成田エクスプレスと同じように走り、何事もなかったかのように大船駅の横須賀線ホームに到着します。
ということで、今回は1日2本限定の東海道線を経由する成田エクスプレスのご紹介でした。視聴者の皆さんも興味があればぜひ乗車してみてください。この動画が少しでも面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。